爽やかのハンバーグ食べてえなあ、けど混んでんだろうなあ、けど食べたいなあ。翔介チャンネル、皆さん、ボアノイジー、どうも翔介です。さあ、今回もやってまいりました。試合前日恒例、FC 東京の試合、スタメン予想してみたのお時間でございます。どうもです。さあ、残り今節含めて4試合、そして1つもスタメン予想を当てていない。しかも今回も当たるかといったら、さあ、今回の相手はこのチーム、バン。ということで、今週のゲーム、11月9日土曜日14時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第31節ジュビロ磐田戦はアウェイヤマハスタジアムで行われます。なお、この日は浜松フォトニックスマッチとなっております。さあ、皆さん、ついに、アウェイヤマハ鬼門でございます。本当に、まあ、ただ我々としてもね、鹿島に、ついていかなきゃいけない状態、負けるわけにもいきません。そしてね、何よりもアウェイがね、まあ、このアウェイの、遠征っていうか、このアウェイツアーがいよいよ終わるということで、このアウェイツアーの最後がね、ヤマハっていうのも何かの縁なのかなと思ったりします。けど、泣いても笑っても残り4節でございますんでね、全力で戦っていければなと思います。では、今回のスタメン予想はこう予想させていただきました。バン。ということで、第31節ジュピロ磐田戦の予想スタメンとサブのメンバー、こう予想させていただきました。今回、私予想は 4-2-3-1 でございます。で、サブがご覧の通りですね。で、なぜ今回 4-2-3-1 の、フォーメーションを予想したかというと、ジュピロ磐田の攻撃が非常に強い。アダイルトンだとか、本当は素晴らしい選手が、ね、多いで、しかも今回川又選手とかもね、帰ってくるという話も聞いてるんで、いつもの442よりも4231で、なるべくあの守備固めで、ワンチャン狙っていけた方が東京らしいのかなというふうに思います。ね。ただ、ジュビラさんはもう勝ち点3を確実に取りに行かなきゃいけない、勝ち点でもあるので、ただ前がかりに、なったところを狙ってね、ディエゴだったり、三田東が決めに行ければと。で、前節本当は永井選手もいい飛び出しあったんですけど、今回あえて前半ジュビロの選手を走らせて、後半ね、ディエゴを避けて永井だったり、そういうこともできるかなと思うんでね、そういう部分、相手の疲れてきたところをね、突くっていうこともできればなというふうに思います。さあ、では、本日もね、注目選手、要注意選手挙げておりますんで、まず注目選手からいきましょう。今節 FC 東京の注目選手、こちら、バン。ミッドフィルダー背番号18番、橋本健人選手ということで、このジュビロ戦が終わると代表ウィークに入るわけで、その2試合とも橋本選手は入っているわけで、で、何よりも、他にもね、もちろん、ムリア選手、永井選手が入っている中で、やっぱり一番その代表のボランチっていうポジションで、定着するにやっぱりこう東京での結果もそうなんですけど、やっぱり、ここぞという抜け出しもあるし、守備力も高いですし、そういう意味でやっぱり、ケントの良さ、やっぱり評価されていると思うんでね、今回は本当、橋本選手が本当ね、このジュビロ戦、鍵を握ると思うんで、しっかりとね、守備から攻撃からと、忙しくなると思いますけどもね、頑張ってほしいなと思います。そして、ジュビロ磐田のファン、サポーターの皆さん、大変長らくお待たせいたしました。今回のジュビロ磐田、要注意選手がこの人、バン。ミッドフィルダー背番号15番、アダイウトン選手ということで、まあ、もう文句なしですね。もう何も言うことないです。もう特に言うことないです。まあ、ルキアンか迷ったんですけど、今回僕、アダイウトンにしました。で、なんといっても、アクロバティックなシュート、オーバーヘッドもできる、ボレーもできる、本当柔軟性のある選手だなと思いました。で、守備もできる、攻撃への切り替えも非常にうまいという部分もあるんで、今回私、アダイウトン選手、要注意させていただきました。てなわけで、ジュビロ磐田のファンサポートの皆さん、いかがでしょうか。アダイウトンも要注意させていただきましたけど、多分ここ数試合のジュビロの試合見ていると、アダイウトンが要注意になるっていうのも、確定ロスだと思うんだよね、僕は。うん、非常にやっぱりレベルの高い選手、
こういうアクロバティックの柔軟性のある選手っていうのは絶対どっかしらで爆発してくる。でその爆発が今だったんだよね。で非常に怖いです。はい、なんでね、本当アデュート選手要注意でいきたいなと思います。では、次にですね、両チーム前節までのチームデータを見ていきたいと思います。それがこちら。さあというわけで、チームデータを見ていきたいと思います。ではまず、両チームの順位からね振り返っていきましょう。まずジュビロ磐田、現在勝ち点25の18位、そして FC 東京が現在勝ち点59の2位となっておりますね。まあ鹿島さんとは、得失点差でね、現在2位になっておりますけども、まあ前節ね、こちら書いてありますけど大分さんに2対0で勝つことができました。これも前半永井選手がね抜け出してゴールを決めて、そこからねちょっと相手の守備が崩れたところ修正しようとしたところで、最後にね渡辺剛選手のヘディングシュートとなったんで、本当にもう前半だけで試合を決めに行ったなって感じです。まあ、ただその分後半ね、まあ、なかなか攻めるチャンスなく、まあ、チャンスはあったんですけどやっぱり決めきれなかったり、詰めれなかったりという部分があったんで、まあ、そういうところがやっぱり今の東京の課題なのかなと思いますけど。で、勝敗です。勝敗は、ジュビロさんが、6勝7分け17敗、東京が18勝5分け7敗となっております。これさ数字逆だったらさジュビロ首位だよね、な感じするんだけど、そんなことないか。そして、得点が、ジブラさん24得点、東京が43得点、失点が岩田が44失点、東京24失点ということで、まあけど多分ここ数試合見たら岩田全然失点少ないと思うし、得点の方が逆に東京と同じぐらいになるんじゃないかなというふうに思います。で前節なんですけどジビロさんはね、静岡ダービーでした。2対1で、エスパルスに勝利しております。で FC 東京先ほど言いましたけども大分さんに2対0で勝利しておりますということで、で、前回対戦なんですけども、5月12日、リーグ戦第11節でしたね、明治安田生命 J1 リーグ第11節ということで、ホーム味の素スタジアムで、ジビロさんを迎えたわけですけども、結果が1対0で FC 東京が勝利しております。そう皆さん思い出しました。そうです、ホームの岩田戦、これ竹房の東京今シーズン初ゴールでございました。いやー、竹房の初ゴールだったね、この試合がね。竹のね、いやーけどね、本当これ竹房のボレー半端なかったよね。で、あの時すんごい守備が良かった岩田に対して、最後の最後で竹房がボレーでね、岩田の守備を崩すっていう、だからあそこまで守備の堅い岩田がなんで今この順位にいるのっていう話。18位で勝ち点ももう一回見ちゃいますけど25、ただ17位の山形は勝ち点が5差なんですよね。ってことはまず岩田としてはその山形の勝ち点に追いつかなきゃいけない、この勝ち点差5っていうのを追いつかなきゃいけない、でもっと言うとその上、ちょっと岩田さんの話になっちゃいますけど、山賀が5上、それするとその先が詰まるんですよ。鳥栖、名古屋とか、浦和さんとかも入ってくるんで、そういう部分、湘南も入ってくるか、湘南さんとか入ってくるわけで、とにかく岩田としては絶対勝たなきゃいけないゲームで、東京としても優勝争い、鹿島に突き放されたくないわけですから、絶対勝つためにはどちらとも勝ち点3が必要になってくる。というわけで先ほど僕予想スタメンね4-2-3-1出しましたけど、まずしっかりと守備から入って、ジブロ磐田の攻撃をねうまく中盤、最終ラインでねカットして、そこからディエゴにねカウンター当て形で、ディエゴに渡して、最後東とかね三田が詰めてくれればっていう感じもありますし、もしかしたら長井がスタメンで出てくる可能性もあるんでね、まあそこもよくわかんないんです、まだよくわかんないんですけど、まあそういうカウンターサッカーでねしっかりとはめて攻めていければ勝てるのかなというふうに思います。さあ今週のゲームのおさらい。11月9日土曜日14時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第31節ジュビロ磐田戦はアウェイヤマハスタジアムで行われます。なおこの日は浜松フォトニクス松となっております。なおこのイベントの明細と、ね、詳細等に関しましては、ジュビロ磐田さんのオフィシャルを確認していただきたいなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
てなわけで、さあいよいよね、泣いても笑っても残り4節でございます。でね、先日発表されましたけども、ワールドカップのね、二次予選、まず、日本代表でね、村谷選手、橋本選手、永井選手ね、選出されました。おめでとうございます。そして、アンダーの方ですね、オリンピック予選の方では渡辺剛選手が、今回代表に入っております。おめでとうございます。そしてさらに韓国代表でナッサンホ選手選手です。おめでとうございます。というわけで、いや、トリプルでめでたいのか、これこれ岩田戦の後の湘南戦大丈夫かおい、うん、けどあのアンダー、あの要はあのオリンピック代表で今回強し入りましたけど、いや、マコとか入んなかったなっていうね、うん、トゥーロンですごい活躍してたのに入んなかったかっていうのがもう正直な部分ですね。まあ、けどまだね、アンダーの方があの時間はあるんで、うん、あのアンダーというかあのオリンピック代表の方は、ね、時間があるんでね、あのしっかり時間をかけながらあのメンバー選考していただければと、ね、あのうちの、あのタガーもいいですしマコもいいですから、ぜひ森保さん見ていってください。お願いします。はい、あのまあ、もちろん、ね、A 代表でもね、あの東選手も非常にあの出ればあの面白い活躍すると思いますし、まあけどね、皆さん何といっても FC 東京ファミリーからね、長友選手と、中島選手が入っております。こちらもね、楽しみにしたいと思います。あ、ゴンちゃんもいたか、ね、けどね、中島選手、相手が下だからといってリフティングだけはやめてください。見てるこっちがヒヤヒヤします。よろしくお願いします。そしてですね、話を戻しまして、このジブロ戦なんですけども、前回の動画でも言いました、実況の方はね、ございませんのでご了承ください。ただ代表の方は実況やります。よろしくお願いします。そこをね、楽しみにしてください。はい、であとまあレビュー動画ね、ずいぶん前山川のレビュー動画出しましたけども、それ以降ね、ちょっとちょっと突然はいろいろごたごたしてできなかったんですけど、神戸戦以降はね、ちゃんと動画は、着々と編集してるんですけれども、ちょっとなかなかアップまで時間がいかなくて、でするとどん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 期間が短くなっていっちゃって、で気が付いたらこのね、スタメン予想の動画になっちゃうんで申し訳ございません。すべてシーズン後にアップします。よろしくお願いします。でね、ちょっとこの部屋見て気づきません？ここ、そう、石川直弘ゾーンにしました。完全なナオゾーンです。皆さんの本で写真集も載ってます。まあ近々ね、奈緒さんの新しい本買ってね、読んだ後飾りたいなと思ってますけど、本当にね、奈緒さんかっこいいなね。だけど奈緒さん大丈夫です、僕は今のところ膝は順調じゃありません、すいません。まあね、そんな感じ、そんなこんなでね、まあ今日もしっかりと応援していければなと思います。そしてね、来年こそ、まあけどね、本当ジュビロさんと清水さんに残ってもらわないと僕は爽やかハンバーグに食べるに行けないんだよ。来年こそジュビロに行きたいんだよ。爽やかハンバーグを食べたいんだ僕は今。みんな爽やかうまいっていうからね、爽やか食べてみたいんで来年こそ行きたいと思います。てなわけで、私ショウスケ、ツイッター、インスタグラム、TikTok、ショウスケゲームスチャンネル、そして、ミラティブの、ね、ゲーム配信、この2つ、ショウスケゲーム、ショウスケゲームセカンド、そしてブログのアメーバ7つやっております。でね、まあ、シーズン終了後に動画は全部出すんですけど、その前にやっぱりブログの方でね、全部レビューという形で、ブログでも書いていければなと思ってますね。ぜひ皆さんブログの方の確認もよろしくお願いいたします。であと、まあ、ミラティブの方もね、毎日配信続けておりますんで、まあ、詳しくはね、ツイッターの方ご確認いただければと思います。皆さんよろしくお願いいたしますってなわけで、いやー、アダエルトンを幼稚園に上げてくる翔介さん、その選択嫌いじゃないよ、ね、もっと言ったらトス戦のオーバーヘッドやばいよねと思った方、高評価。今回走行アダエルトンのオーバーヘッドやばいねと思ったら高評価。そしてね、あと他にもいろんな動画上げておりますね。まあ去年なんかね、ライブで YouTube でね、こういうモバイル端末使ってまあライブ配信できたんですけど、最近ね、チャンネル登録者数1000人超えないとライブ配信ができないということで、モバイルでのねライブ配信ができないということで、
あのまあね、あの僕が実際サッカーやってる動画でもありますし、あのぜひね探していただければと思いますね。よろしくお願いいたします。てなわけで、他にも、去年のクリスマスのね、チキン動画でもあったりしますので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録もよろしくお願いします。てなわけで、今回の動画は以上にしたいと思います。皆様最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた、あてまーす。ご視聴ありがとうございました。 Twitter やメルタベの URL は概要欄へ。 GO 新チャンネルは左のアイコンをポチ。皆さんチャンネル登録フォローよろしくね。